ーム機が壊れちゃったわ。何もしてないのに壊れたわ。何もしてないのに。それ、機械音痴の人が言うやつだよね。多分、電池切れだよ。それ、充電式じゃないから。もうそろそろ DS が幻想郷に流れてくるはずなんだけどな。私は早く続きがやりたいのよ。代わりの電池ちょうだい。あ。そういえば買い置きを昨夜に頼むの忘れてた。何よそれ。ちょうど最後のボス戦の手前だったのよ。ようやく勇者レミリアパーティーが、魔王ドラキュランを倒して世界を平和にするところだったのに。お姉様、自分の設定忘れてない？まあ、昨夜に頼めばいいじゃん。昨夜ならお姉様のために急いで買ってきてくれるでしょ？それが。今日は地霊殿の主にお茶会のアポを取りに行かせてしまって明日の夜までいないのよ。じゃあ、メイリンに。ああ、でもメイリン電池の種類間違えるからな。こないだエネループ頼んだらフラフープ買ってきたし。え？それって何が違うの？じゃあ、私たちで行きましょ。ええ、めんどくさい。私たち一応吸血鬼だし、昼間に出歩くのは良くないよ。いくら二次創作でも。こないだシレットキルノのエピソード動画に昼間堂々と出てなかった？帽子かぶってたからセーフ。いいわよ。じゃあ私が一人で行ってくるわ。え？お姉様それって大丈夫？どういう意味かしら？私はコウマ館の主よ。電池の一本買うなんて簡単よ。いっそ4本くらい買ってきてみせるわ。いや、そのゲーム機、電池4本必要なんだけどね。はぁ、あ。やっちゃったなぁ。心配でついてきちゃったけど大丈夫かなぁ。私もついていくって言ったら、お姉様意地になっちゃったからなぁ。でも、メモも渡したし、人里のニトリのお店で電池買うくらいなら大丈夫か。おかしいわね。確かこっちのはずなのに。どこにも緑に白文字の巨大看板が見つからないわ。いや、ホームセンターのニトリじゃないよ。確かにあそこなら何でも揃うけど。あら。ごめんなさい、ちょっとよそ見をしていて。いちちち。ごめんなさいです。あら。あなた、役物引き紙のチェンじゃない？あ、レミリアー、久しぶり。レミリアもお使い頼まれたの？チェンもお使い中なの。いえ、違うわ。私はコウマ館の主よ。私は今から勇者として闇の魔王を倒すために、伝説のアイテムを買いに行くところよ。いや、カッコつけなくていいから。お姉様もお使いしてるだけでしょ。チェーン。やっぱり大人ってすごいね。チェンはランチャマのために、リモコンの電池を買いに来たのです。奇跡的。お姉様もチェンも同じもの買おうとしてんじゃん。ほら、お姉様もそれに気がついて汗かいてるじゃん。変な見え張るから、バレた時すごい恥ずかしくなるやつじゃん。うわ、あっちの保護者と目が合っちゃったよ。すっごい見てくる。じゃあ、チェンはちょっとニトリのお店まで行ってくるのです。ちょっと待ちなさい。あなたのことが心配だから付き添ってあげるわ。決して私も電池が欲しいんだけど、お店がどこにあるのかわからないわけじゃないわ。うわ、恥ずかしいやつじゃん。チェンにお店の場所案内させようとしてるじゃん。レミリアー、優しい、好き。純粋すぎて眩しいよ。お姉様、灰になっちゃうんじゃない？うわ、すんごい嫉妬の目で見てきてる。こわー。よってらっしゃい、見てらっしゃい。私はただのスーパー敏腕セールスマン。そこのお嬢ちゃんお二人、何か欲しいものはないかな？珍しいアイテムもあるですよ。うわぁ、見るからに怪しいやつだ。チェンとか興味持っちゃってるし。伝説のスーパーアイテムとかあるですよ。今なら割引セール中です。あっちも心配そうに見てるし。お姉様、年上なんだからチェンに無駄遣いしないように注意してあげて。そこのあなた。伝説の剣をちょうだい。お前が買うんかい。うぅ、レミリアー。いいなぁ。ふふふ、いいでしょ、羨ましいでしょ。やめてよお姉様、恥ずかしくなってきたよ。もう、お姉様が500年幽閉した方がいいよ。ふふふ、それじゃあこれをあなたにあげるわ。え？いいの？真の勇者は仲間に武器を与えるものなのよ。仲間を守り、仲間を強くし、そうして魔王を倒し世界を平和にする。
それが真の勇者、レミリアというものなのよ。うわ、ここでカリスマスキル発動した。お姉様、たまにクリティカル出すんだよな。うん？お主ら。それは。あら？あなたは確か、モリアの。そいつは装備しない方がいいぞ。それ、呪われとるから。お姉様特大のクリティカル出してんじゃん。勇者が仲間呪っちゃってんじゃん。気絶してんのかよ。あれはわしと同じ祭り神のやつだね。でも、性格がねじ曲がってるやつで随分前にどこかに封印されたらしいんだけど。うわ、とんでもねえ伝説のアイテムじゃん。お姉様とんでもないやらかしやっちゃってんじゃん。結構な呪いじゃない。だけど、言ったはずよ。私は魔王を倒し、世界を平和にする伝説の勇者レミリアよ。貫け、グンズミル。ダメ、お姉様。運命は、私に微笑むわ。ほう。これが運命を操る高魔感の主の力か。噂通りとんでもない力だね。偶然であった呪いという存在を、必然という力で断ち切ったのか。だけど、よりしろは役者の引き紙のお気に入り。それを傷つけて、ただで済むのか。何を言ってるのかしら？チェンは私の仲間よ。完全勝利するというのは、誰一人勝てることなく勝利するということよ。勇者は、決して仲間も見捨てないわ。あれ？あたしどうしたんだっけ？さあ、電池を買いに行きましょ。それにしても、なんで今頃こんなものが、良くないことの前兆じゃなければいいんだけど。あれ？これ、もう中身が空っぽだ。なんかさ、いろいろあったけど、やっぱり私のお姉様はカリスマだね。フラン。どうしたの？お姉様？セーブデータ。消えてる。進めるの手伝ってあげるから泣かないで。